まあ、ここに来た目的っていうのは、私たちの論理構造が世界革命戦略という形で対峙段階というふうに世界革命戦争の波を今捉えているか、でそのことを世界的に表現していくかという問題で問われていると思うし、それはあの去年のハイジャック闘争によって軍事を通してしかあの世界革命戦争の波を領導できないんだということを私たちの組織が証明していると思うし、現実に赤軍派の思想というものを現実の闘争の中で共有しているのはどこなのかということを、まあ、ブルシンを通してしか見ることはできなかったんだけれども、現実に実践的な形でしかねそのことを表現していかなかったということが第一点と、それからあの私たちがハイジャック闘争で貫徹した波というものを現実に継承しているのが PFLP であり、私たちがあの世界と世界赤軍世界革命戦争として表現したあの問題提起をね、あの世界というふうにその共有できるのかという問題で、そのことはあのもちろんツパマロスとかブラックパンサーとかあらゆるところに言えるんだけれども、今ここに来た中で一番感じたことは、世界性とか、まあ、国際主義とかいうふうに言ってるけれども、結局一国的にしか世界というものを見てなかったんじゃないか。それはあの日本の審査役の認識論の問題だと思うんだけれども、例えばこっちに来て日本の階級闘争を見たときに、あの死体が客体を解明しようとするときに死体が止まったまましか客体の流動を見ることができなかったし、現実にはその客体を止めたまま死体をどう動かすのかという、そういうちぐはぐなところでしか語ってこなかったということが現実に私たちの闘争を困難にしてたんじゃないかということ、それはあの、まあ、日本の審査役はもう一回確認しない限りいつまでたっても戦略を立てきれないし、現実にボーダーをどういうふうに超えてどういうふうに世界として結合していくのかっていう問題を語れると思う。それが国際根拠地の問題にしても、各党派はあの非常に観念論だとか逃亡の論理だとか、まあ、他党派が赤軍派の国際根拠地論っていうのを非常に批判してるんだけれども、その国際根拠地論っていうのが現実に軍事の問題として登場してるということだけで捉えたとしたらね、それはやっぱり逃亡であるとかそういう論理と平べったくくっついてしまう。だけれども赤軍派が表現している問題っていうのは国際根拠地っていうのが党の問題であり、その3派とか8派とかが捉えているところの、軍事というところの問題ではないということをまず確認しなきゃいけないんじゃないかって。ロシア革命の時のセーマンのように蜂起の前段における平和デモというエネルギーを蜂起の一点に集中させようという、そういう方向性っていうのが現在のその戦いの中でね有効性を持つのかどうかっていう問題がまず問われていると思うし、赤軍派があの69年に出した前段階蜂起というのはどういう形で領導されるのかっていうのは現実に闘争を媒介にするということであり、ゲリラ闘争を通して螺旋的に上り詰めるということだと思う。いわゆるその日本の現実の運動がいくら言っても踏み切れない問題っていうのは、軍事というものが殺人であるということを忘れていたし、忘れていたというよりも観念の中でしかそのことを確認してこなかったという錯覚が現実の闘争というものを全部大衆運動主義に召喚してきたんだというふうに思うわけです。例えば赤軍派が2月から一貫して銀行ギャングをやってきた、その銀行ギャングっていうものの持つ意味っていうのを無媒介的に批判したところで問題の解決にはならないし、どれだけどういうふうに敵権力に対して戦い切れるのかっていうことが重要な問題だと思う。でそのことを忘れた内ゲバというか権力との関係を想定しきれないで今のそのインテリゲンチャ運動としてしか表現されてない。もちろんその闘争必死にやるということ、それから悪いことをするということは現実に弾圧を受けるわけで、その弾圧に対して同列でしか批判できないような党派に対しては大衆としてしか認めないし、その意味では赤軍派が提出した問題というものをそのここでもう一回自分が超えようとする範疇っていうものが、例えばその日本で確認してきたその革命における尺度みたいなものをここでどれだけ有効性を持ち得るのか、例えばジェラシの山へ行ったりイスラエルのボーダーの方に行って現実にコマンドと共有する空間というものが私たちの中で今まで確認してきた全ての闘争とやっぱり違うという、それは平べったく言えばこれから
日本階級闘争がどういう形で発展することが有効なのかっていうのを非常にこう離れたところから見たときに、日本の赤軍派と党内闘争、党派闘争を開始するということであったし、それは日本の政治状況または階級闘争の発展段階が世界革命戦争の地平でどのような形で上り詰めているかということが、逆に言ったらパレスチナにおける戦いをどういうふうに共有しているのかという問題で、対象認識が非常に不十分なために、例えば発展段階の中で北西に行った9人またはパレスチナにいる私、それから日本にいる同志たち、そういう問題意識が多分にずれるだろうし、そのことは党内闘争、党派闘争をするんだっていう、そういう中でしか戦略を導き出せないだろうし、世界革命戦争に上り詰めようとするその実態っていうのは、世界の戦争派、世界の革命派が同時に軍事を共有すること、それは共同行動、共同軍事闘争としてなされなければならないし、その意味でパレスチナの人民と、またはそのあらゆるスパマロス、あるいはブラックパンサーも含む世界の戦争派と、どういうふうに共同軍事行動を通して帝国主義者を打倒していくかっていう戦いが世界革命戦略として登場してくるだろうし、そういう軍事共同軍事行動を通してしか世界党の問題っていうのは語りきれないだろうし、そういう意味で昔から言ってた世界党、世界赤軍、世界革命戦争統一戦線の陣形っていうのは、そういう共同軍事行動をどういうふうに導いていくのかという戦いの中で作られていくということがまず第一だと思います。